やっぱりよ、ほら飲んじまった
Oh.
そこのお主、お主、鱗を持っては、もし持てば存分に褒美を取らそうぞ。お主よ、我は恋になり、長い時を育ちと共にある、お恋惚れぬ恋にの良き心がけ、褒め、また鱗持って
あれはもはや人ではない。おい、ああ、忍びのお方ですか。どうした。いいえ、何でもございません。忍びのお方、師匠がこれをあなたに。用立てをお願いいたします。ああ、忍びの方、頼んだもの持ってきていただけたのですね。ああ、資格をお受け取りしました。これで施術がまた一つ進む。きっと師匠は手放しで喜ぶでしょう。だが私はどうだ。師匠のような心持ちにどうしてもなれぬ。道順、この未熟者め。ああ、お気になさらず、忍び者だ。役目は必ず果たします。これも芦名のためなのだ。忍びのお方、謝礼です。こちらをお納めください。清水の施術は師匠今お持ちします。死者たちにご冥福あれ。
死者たち。
狼殿。狼御池、九郎さん。では。巫女様、香の材料を手に入れました。おお、それが源の香の石か。妙な形をしておるな。やはり祀られておりました。そうか、タケル様の記されていた通りだったな。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ立て祀る、そう書かれておりました。腰入れ、それはどのようなところじゃ。岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから腰に乗り、どこへ嫁に行くというのか。まあ考えても拉致が明かぬな。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれませぬ。そうか、かぐわしくとは源の好機をまとうこと、それを指しておるのやもしれぬな。ああそうだ、私の方も調べが進んだぞ。新たに必要な香が分かった。それは流陰の巫女の血、つまり私の血だ。九郎様の血ですが、それは流れぬはず。ああ、流陰の巫女とはそうしたものだ。だが源一郎殿の居室でタケル様の故障の手記を見つけてな。何か血を流す術があるようなのじゃ。ひとまずこれをそなたに渡しておこう。我が血を流す術、いかに調べたものか。エマ殿に聞くのはどうでしょう。クスシならば人の体に明るいか。確かにそなたの言う通りかもしれぬな。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょうか。巫女様の血を流す術だ。何故それを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ、不死立ちを果たす、そのためには巫女様の血がいるのだ。そうですか。確かに竜院の巫女の血は尋常の方法では流れません。ですが、あなたはそれをなす術をお持ちです。不思議りか。はい、こちらを。タケル様が記されたものか。はい、不思議りならば流陰の巫女の身に傷を負わせ血を流すこともかなう。わかった、これで不死立ちがまた一つ進む。巫女様にもお伝えしよう。はい。狼、エマ殿に話は聞けたか。はい。どうじゃった、何か分かったか。不思議りならば叶うと。そうか、
不思議ならば、私の血を流すことが叶うのだな。はい。うん。試しにやってみぬか。不思議は、本来は抜けぬ刀。触りがあるやも知れませぬ。こうおたく。その時でよろしいかと。うん。そこまで言うなら、そうしよう。戦況に至るための功集めも、狼よ。引き続き頼むぞ。源の好機、その一つは源の水が濃く溜まった場所で咲く。はい。落ち谷を探ってきます。落ち谷は城の裏手の林を抜けた先に、林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、そこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば。床桜は枯れ、残っておらぬか。はい、ですが、何者かが床桜の枝を、誰がそのよう、失われたものは持ち去られた枝にしても、今は手がかり。先に他の子を集めることに。ぎおい。行くか、狼よ。頼んだぞ。は。
何の鉄砲取り備えなきは無謀が尽くし先方じゃ。